夏の北海道は、添乗員同士の相部屋になります。大体もちろん男女別ですよ、ただ男性の添乗員ってあんまりいませんから、7、3もっとかな、8人ぐらいの割合で男性は少ないですから、男性は男性、女性は女性でこう相部屋になるんですけれども、でそれがスタンダードルーミングリストってよく言います、宿泊者名簿、誰々が何号室に泊まってるかっていうのを、ホテル側の方に渡すわけです。